深海の謎の生物ダイオウイカを乾かすと巨大なスルメになりました。先月、富山湾で水揚げされたダイオウイカ。よいしょ、これ許可をいただいて引っ張ってみますけども、おお、なかなか重くてですね。お、引っ張るのもいいが、巨大なイカとなれば試してみたくなるのはスルメ作り。実行に移した男たちがいた。巨大な干物作り始まりました。今皆さんイカの皮をきれいに取って掃除をしているところなんです。この皮を取ることできれいな干物が仕上がるということなんですね。射水市の食品加工会社社長の浜さんはダイオウイカを使ったスルメ作りが夢だったという。だいぶ前からね、考えとったんですが、この生きた状態のスルメ、ダイオウイカはね、今まであまり手に入らなかったものですから、ギネスに挑戦したい。挑戦には幾多の困難が伴う。まずは大きさ。一番長いのを引っ張ってくれます。ありません社長。全長はおよそ7メートル。メジャーも届かない。重い。重さはおよそ130キロ。数人がかりでようやく運ぶが、イカを乾かすのは重度の風。いよいよ乾燥がスタートしました。乾燥室の中なんですが、もうかなり強い風です。この風で表面の水分を飛ばして乾燥させていくということです。この乾燥室、普段は5000匹が並べられ、2日でスルメが完成する。そこを1匹で占有したダイオウイカは史上初のダイオウイカスルメとなるのか。およそ2週間後、ダイオウイカのスルメいよいよ完成したという連絡を受けて今見に来たんですが、すごい、ちゃんと干せてます。出来上がりました。乾燥し縮んでも依然圧倒的な迫力のダイオウイカスルメ。実に 95% が水分で、普通のイカより2割ほど多いことが新たに分かった。深海性のイカですから水分が多いか、嬉しいということはやっぱあるんですけども。ダイオウイカスルメは来月新湊の市場に展示され、その後試食会が行われる予定だ。